はいどうも、今日も元気に桃鉄やっていきましょう。チャンプルーです。 Hi everyone, let's play 桃鉄。 I'm チャンプルーということでね、やっていきましょう。はい、ということでね、お、大丈夫そうだね。よし、ちょっとね、新しくコントローラーを変えてやってみます。ちょっとね、コンピューターの運が良すぎるんで、ちょっとね、冬眠作戦をちょっと実施していきたいと思います。あー、はてなか行きたくねえな。はたながりいいね、ナイス。はい、バカボン、はっはっはっは、いいねいいね。これでね、どんどんやっつけていきましょう。さあ、こいつ負けろ負けろ。うわ、強っ。強いねー。まあでも、まだ大丈夫。まだ大丈夫だね。はい。1。はい。どうしよっかな。とりあえず、売れそうなカードあるかな。ないね。はい。はい、バカモン。ということで。オッケー。まあ、まだ大丈夫だね。はい。ちょっとね、めちゃくちゃ、冬眠させてやりたいっていう気持ちが強いんですけど。いいね。金。金を稼げ。はい、バカモン。あ、やべえな。オッケー。じゃあ、ここで冬眠させましょう。オッケー。さあ、さらに冬眠に冬眠させて。はい。あ、無表ということで。はい。まあ、ここはね、安定の。グスタビ、グスタビと。2しか出ないんだけど。いらないですね。ああ、バカモンが行っちゃった。まあでも、飛びあるんでね。お、取られる。なるほどね。はい、OK。6。よし。OK。ワクチン売るか。オッケー、冬眠冬眠。はっはっはっは、これが最高の布陣だ。お、なんだ、あ、ダイヤ回線やばいね。2億円なのか。5出ない。オレンジ欲しい。あー、マジか。いや、1枚いるわ。はい。さあ、冬眠使ったのはいいけど、つけないと意味ないからね。あ、やべ、切れちゃった。まあ、いっか、こいつは。ちょっとね、どうしようかな。4。マジでつかねえ。肘ダメだ。何もつけない。んー、どうしよう。オッケー。今度こそつきたい。なかなかつけないね。
じゃあここでいいか。まあしょっぱいね。さあもうなんかわからん、何連続ビリボッピーかわかんないけど、まあいいです、とりあえず何でもいいわ。本当はアシュラについてほしいんだけど、絶対ビリボンでしょ。知ってた。もう16連続ぐらいミニボンビーになってますからね、こいつ。マジキングボンビーいないんじゃない？パッケージにしかいないんだ、これ。やばいよね、これコンピューターの。全然つけないんだけど。全然つけないから冬眠でさ、やってんのに。結局、この起こしてやったらなんかつくっていう。なは！マジ言ってる。結構遠いぞ、ここからだと。もしかしたらカード。マジ言ってる。あ、よかったー。え、近いの？嘘だろ、78マス？遠すぎでしょ。はい。あ、どこまで行ける？いや。いや、遠すぎ、マジで。このさ、桃鉄 X って結構前のハードでさ、78マスは遠すぎよ。いや、遠すぎ、マジで。あ、どうしね。ほら、どうし。いやー遠すぎえ、マジで。8、あ、やっと白、やっと買えた物件。はい、ミカエル。いやー、しょっぱいね、冬の青松さん。特に何もさ、なんていうの、見せ場がなくて終わってんだけど。まあ買えないよね。あら、あれか、乗っ取りカードが消えちゃったのか。あら、戻っていく。いや、独占だ。冬眠はさ、本当になんかここぞっていう時に置いておきたい。何これ。往復前進カード。往復前進カードかな、これ。もしかして。いやー。見てこのさ、25億。目的地につけない。あのね、サイコロが割れすぎて出ないんだよね。っていう感じです。てなわけで、ちょっと那覇を目指したいと思います。てなわけで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価お願いします。それでは、バイバイ。Thank you for watching.